どうしてもこの音出そうと思うとカツンって垂直に入れちゃうタッチがやっぱり皆さんすごく多いと思うんですね。で、こう逃がすっていうことをよく言ってるんですけども、要するに着地のエネルギーが強すぎないってことですよね。でイメージ的に言うと飛行機がこうだん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 高度を緩めてきて着地してきますよね。着地っていうか高度を下げてきますよね。でその着地の瞬間っていうのは上からゴンってやっちゃうとこれ胴体着陸になっても大変な衝撃だと思うんですけども、こうあったらもうこうですよね。うん、飛行機がちょうど滑走路にこう入る時の あの感覚ですね。だからもう着地のエネルギーが強すぎるとこうなっちゃうんで、それをできるだけ逃がしながら、うん、まあ他の曲でナイキのマークとか言った先ほども言ってたんですけども、うん、だからその衝撃を逃がしていくっていうことを、もちろんフォルテは もちろんのこと、うん、このピアノの音でもやっぱりだからこういう音と本当にね弱い浅いところでもピアノってすごくもうこの程度で響くんですよね。なんかこう口を こういうような、うん、ちょっとこうアヒルが口をパクパクするような感じでこのこうこうだから例えばこれで言うとみたいなところっていうのは本当裏声でいいんですよ。大事なことはですね、この中でこういろいろこう書いてありますけど、まず骨格としてメロディーをちゃんと弾きましょう。で最初の4小節ちょっと弾いていただいて、メロディーだけ。そうですね、はい、今度は下のはベースはどうだって言いますと、これだけですよね。ですね、じゃあこのメロディーとベースだけでちょっと弾いてください。これで音楽を作んなきゃダメです。そう、例えばここにタンとこれ山があって、その音にタタンみたいにね、それで支えの音はこうですよね。考えてみるとこれって8分音符の音じゃないんじゃないですか。今のだと普天支部、本当はそうやって書きたいですよね。ところがこれは一人で弾かなきゃいけなくて、そうするとここにね、例えばドーンタッタッタって書いてもいいのに、ここに16分9分書いてあるってことはパララっていうなんかさ、ドーンパララっていうのが欲しいのかなと。でラララララ、これメロディーと一緒に入っていくんですけど、和音としては上から下へのアルペジオ、ラファドラファド。ちょっとこれね、今度ねメロディーとベース弾かないでこのアルペジオだけ弾いてくれる。せーの、ね、これも弾かないでくれる。そういうことですね。とこれは単なるアルペジオなんですよね。もしそれだけでよかったら、僕らはよく書くんですけど、不備をねちょっとこういうふうに書いちゃう、ね、ここだけ書きますよ。これで問題ないんですよ。こっちの方が簡単じゃないですか。でこの音で例えばこれね、これやめてこういうふうに書いて、こうやってやってくる。でもこういうふうに書いてあるんですよ。そしたら考えてほしいのはドーンパララドーンパララっていう、せっかく左手で弾くので、それからこれ見てください。ここに四分音符で伸ばしてるんですよ。ラとポン、ちょうどこれ親指で弾くじゃないですか。そうで、これは音を強く出せとかじゃなくて、この音はただアルペジオでスーってくるんじゃなくて、ラとポン、その響きをですね、こういうイメージがあるんですよ。これもこうね。